おはようございます。おはようございます。ちょっと昨日よりは静かなところに来ました。ちょっと車で15分ぐらいかな。ちょっとは森の声が聞こえるかなと思います。じゃあなんとなくなんとなくここ後ろが車だからこんな感じでちょっと森の音が聞こえるかなっていう感じで、おはようございます。ちょっと別荘地みたいなとこ来たんですけど、でもあんまりまだ人がいなさそうですね。なんとなく鳥の声とか聞きつつ、ちょっと瞑想になるかわかんないけど、ちょっとしばらく歩いてみますね。めっちゃ爽やかです。
そう行くと、こっちもだろうか。ちょっと人のうち映すのまずい、まずいかな。戻ります。ちょっとびっくりなんですけど、ここに瀬尾さんっていううちを見つけてしまった。いいな。映したらまずいか。ちょっと一瞬映しちゃっていいかな。瀬尾さん、すごくないです？ちょっとやめましょう。ということで、なんかちょっとは鳥の声聞こえましたかね。でも昨日よりはね、昨日ゴルフ場近かったんで、昨日カッコウがすごい鳴いてたんです。なんか謎にあの辺にカッコウがいるみたいで、今朝もめっちゃカッコウ鳴いてましたけどね。こっち行くとちょっと車のね音が、ただの軽井沢の音をお届けする朝でしたって感じですけど、めっちゃ爽やか。聞こえました？もっとね、なんか思いっきりね鳴いてくれたらいいんだけど、昨日もすごい鳥が鳴いてて、それでなんかあのボタンを押したらいきなりね黙っちゃったんですよね、昨日は。この緑がね、やっぱりなんかいいですよね。なんか都会って不自然だなと思う、こういうとこに来ると、ね、自然の中で暮らしてる方いらっしゃいますけど、私の知り合いにもやっぱりなんかいいなって思いますよね。綺麗ですよね。なんか昨日すごい雨降って午後に、で今日はもうなんか梅雨明けるような話を聞きましたけど、やっぱりちょっとなんかあの外国っぽいっていうか、その時間の流れがね、なんか違うんですよね。あの東京の追い立てられる感じっていうのが、振り返ると何にもしてないのにめっちゃ忙しいっていう、あの感じは何なんでしょうねって思うけど、という感じですかね。あ、聞こえますか？あ、松木さん。松木さんはね、もうバージニアだ。また私適当なこと言うから
すごい大自然の中に暮らしていらっしゃる、夢のような暮らしをいつも Facebook で見せていただいて、ねえ、でも綺麗ですよね。なんか昨日は、雨すごい降ってて、で朝7時にこれに出たら急に晴れて、焼けそうっていうぐらい晴れて、その後お天気雨になって、で昨日は父はゴルフしてたんですけど、後で聞いたら、そういうの あらゆる天気が全部あったとか言ってめっちゃ喜んでましたけど、なんか途中からすっごい深い霧みたいになって、ちょっと先の人が見えないぐらい霧になって時もあって、晴天もあって曇りもあって、それでちょっと暑くなってきたなと思ったら、スコールみたいにすっごいなんか一瞬豪雨になってびしょ濡れになって、でそれがなんかちょうど暑かったからめっちゃ気持ちよくて最高だったとか、なんかよくわかんないけども、とりあえず満足してました。ここはなんかウグイスがすごい仕切ってる感じ。何羽もウグイスいますね。いいですよね。なんかいいなと思っちゃう。絶対これがなんか音楽の原型ですよね。こっちが先ですよね。鳥に憧れてみたいな感じで、この辺もみじですね。なので秋はまた綺麗なんでしょうね。すごい雪がね、すごいんですよこの辺は、北軽井沢は。なんか昨日すごい2年ぶりぐらいにその長老ピアノ弾いたんですけど、なんかなんていうのかな、いい意味で普通っていうか、そのなんていうのかな、違和感なく完全なオーバーホールで、あ、そう、声がエコーかかってますね。小田原はだいたいいいですよ。牛山さん小田原に住んでるんですけど、小田原美しいですよ。なんかでもここやっぱり鳥がいっぱいいるからこうしてる感じもあるし、なんか伸び伸びしてますよね。なんか人より鳥のが多いみたいな。いや、小田原住んでるのはだいたい旅行先に住んでる人だって私は思ってます。毎日旅行でいいなみたいな。なんかグロトリアンはね、なんかね、なんていうのかな、その個性は失われずに、でも面白いですよね。結局中身の弦とか全部変えても、その外側の箱の個性があるんですよね。だから木の箱具合によって全然音が変わってくるってすごい不思議ですよね。でも本当に弾かれてないので、まだちょっと鳴ってなくって音が、ですけど、でもなんか
こう弦とかそういうのがこうくたびれ果てたみたいなのが完全に新しくなったので、まあ、これからですね、これからいろんな人が弾いたらきっともっといろいろ響きとかが変わってくるだろうなと思って、だから本当はね頻繁に弾いてあげる環境だとねいいんだろうなと思いますけどね、まあ、今年からねだんだんコロナも明けていくといいなと思って、その点ピアニーノはなんか皆さんに毎日聴いていただくっていうなんかびっくりのなんか夢にも思っていない状況によってなんか若返ってきたような気がしてます。すごいずっと鳴いてますね鳥ね、どうしようもうやめ時がない。ちょっと調子出てきたような気がする、ウグイス。こっちの方にどこにいるんでしょうね。さあこんな感じですかね。でも鳥たちにとっても今一番いい季節なんでしょうねきっとね。食べ物もあるし、あ、そうなんですか。バージニアのでももうすごいですよ、なんかいろんな動物がいてちょっとびっくり、素晴らしい。あの大成松木さんでいいんですよね、松木さんのあのフォローするとめっちゃなんか素敵なお家に素敵な暮らしなのに一歩出るともう本当になんか大自然、素晴らしいですよね、そういう生き方をこう選択するって。やっぱり流されていくと永遠になんか同じ、どこに住むかって重要ですね本当に。結構私の友達もなんかいやそんなことね、素晴らしいですよ。私の友達も結構いろんな地方に住んでらっしゃる方いるけど、いいな。でもやっぱりバージニアも一番すごい。っていうか今何時なんですか。それだけ聞いて終わりにしよう。でも松木さんはもう世界を股にかけてお仕事されてるんですけど、ご家族はバージニア、拠点はすごいかっこよすぎると思ってます。6時22分。ってことは夜ってことですよね。夜午後の6時22分。ほとんどなんかひっくり返ってるってことなのか、12時間違うっていうことなんですかね。そうでしょうね。すごいすごい、インターネットすごいさ今頃言ってる。美しい夕闇がね、毎日そのだから
そうでしょ。だから住む場所によって毎日そんな美しいものが見えるのと、もう東京のなんかゴミゴミのところとね、13時間の時差なんですね。いや、じゃあこれから夜ですね。お疲れ様でしたっていうとこですね。そうすると本当にお仕事もすごい大変、本当になんかもう時差とか言ってる場合じゃないっていう。でオンライン駆使してたら本当になんか世界時間で生きるみたいになるんだろうなと思ってます。あのね、西表のお友達も、もう毎日がなんかもうちょっと、私とかだったら旅行に行って年に1回見れたらいいっていうような感動的な朝日という日を毎日見ているという、そりゃあなんか、だから大体私こういうとこ来るとなんか長生きしそうだなとか思っちゃうあのとかね、西表とか見てても、なんか東京ってなんかちょっとねストレス多いしなみたいな。ね、ということでそろそろ終わりにしましょうかね。千尋さんがいらっしゃったところなんですけど、北軽井沢の森の鳥の声をお届けしました今日は。ということで明日はまた自宅からピアニーノになると思います。ありがとうございました。今日は7月16日ですよね。金曜日。じゃあこの辺で終わりにしようと思います。今日が素敵な一日でありますように。あ、じゃあちょっとひっくり返そうか。今日が素敵な一日でありますように。ちょっと景色が良くない、こんな感じ。じゃあまた明日の朝に。失礼します。ありがとうございました。どうかな。じゃあね、切ります。